煙突とは燃焼の過程で排出されるガスが持つ上昇気流を風による外乱から守り燃焼を促進させる筒状の構造物である。人体に深い有害な煙などが屋内で拡散するのを防ぐ効果もある。なお、通常の煙突は英語でチムニーというが船舶の煙突はファンネルという工場や火力発電所に設置される大型から ストーブやコンロといった燃焼装置に付加される小型まである。素材としては耐熱、耐火性が求められ、古くは石やレンガ、後にはコンクリートや金属も使われた。現代では特に大型煙突において鉄骨鉄筋コンクリート構造より軽量化できるガラス繊維製や不ッ素樹脂製も開発されている。大型の煙突は高熱による 上昇気流の原理で排気を髪型に導き、上空に排出させる。歴史的に見ると、本格的な煙突が記録に登場するのは14世紀のヨーロッパであるとされる。積極的に重宝されるようになったのは、燃やすと媒円を多く出す石炭が家庭で使われることが増えた16世紀と言われている。煙突の高さが高いほど、排出ガス中に含まれる大気汚染物質濃度は、 地表に到達するまでに拡散される。このため、排出ガス濃度そのものの低減対策に加えて、煙突の高さを高くする対策が広く推奨されてきた。ただし、煙突の高さを高くしても、大気汚染物質の総量を削減効果はない。煙突からの排出ガスは、ガスそのものが持つ熱による浮力、煙突長部から排出される時の突出速度による運動量、 大気の風速や気温などにより、一定の高さまで上昇した後に、夕風時には風下側に流れていく。その時の煙流の上昇高さに、煙突そのものの高さを加えたものを、有効煙突孔と呼ぶ。風下に流れた排出ガスは、煙突から離れるに従って拡散し濃度が薄くなっていく。その濃度分布を表す式を大気拡散式といい。 正規分布型で表される。煙突の高さの設計にあたってはといった手順を踏む。古い一般住宅や集合住宅では H 型や斜めの H 型、雨水や雪を防ぐための屋根付きになっていることが多いが、近年の建物はオール電化やセントラルヒーティングで、ストーブも煙突の必要がない FF 式が主流であり、比較的近年の建物に かつての煙突が設置されることは少なくなっている。EN リスト・オブ・トーリスト・チムニーズ・イン・ザ・ワールドも参照330メートルを超えるもの、及び各国で最も高い煙突などの重要性、著名性の高いものを掲げた。日本の煙突は200メートル以上で、資料等で確認できたもののみを掲載した。次のものを俗に煙突と呼ぶ。船舶の煙突はファンネルという。 現代の船舶用原動機の排気筒はより細い、関係でこと足りるが、船の所属会社を示すファンネルマークが描かれている部分に当たるため、排気筒に化粧煙突と呼ばれる囲いを設けている。ありがとうございます。